まあ、今回どうしようかな。うん。金にしましょうか。あの、ニュースって、なんでいろいろ、その、なんかピンポイントでニュースするじゃないですか。それって、まあ、視聴率が取れるからっていう単純な理由ですね。まあ、もちろん他にもいろんな要素はあるんだけども、基本的に視聴率を取っていかないとスポンサーがいるわけですから、スポンサーの CM を露出するために視聴率が、視聴率が0%の時にスポンサーつきますかつかないですね。 まあ NHK みたいに集金してるんだったら別ですけど、スポンサー、まあその無料で放送できる理由としてはスポンサーから金もらってるからっていうのが前提と条件としてあるので、視聴率は取れる情報を扱うと。だから統一協会がどうのコの別にどうでもいいんだけども、あの、視聴率が取れる。みんな関心。だから、なんだろうな、これも情報操作で。 なんかこう、いろいろ放送してみて、いろいろ放送テストしてみて、当たったら、もう当たって、あ、これ、このネタ食いつきないいなってさ、みんなで一斉各社ですよね。うねん。だから逆に言うと、いろいろ報道してみるんだけど、視聴率が取れないネタは、降、うん、板されていくっていう感じですかね。だから世の中のその情報っていうのは、何を僕たちは見てるのかっていうと、結局、金を見てるんですよ。 その、まあ、金を見てるわけじゃないんだけど、その裏に金が動いていて、金の、あその、儲かるか儲からないか、儲けないといけない。視聴率を取らないといけない。っていうその仕組みですよね。し、し、資本社会っていう仕組みの構造がある以上、そこにビジネスがあって、それを回すためにはそういうふうになっているっていうことを理解して情報を見るのか、それとも鵜呑みするのかによって、まあ、全然違うでしょうね。うーん。 これはね、あのー、まあ、勉強してよかったなと思いますね。だから最近はね、僕はねあ、見ないですよね。うん、見ないっていう。だって見てもお金なんで、その裏側で回ってるのは、基本的に。だから自分、しかし、自分ですね。自分が思ったことを言うっていうのは、自分はわかってるんです、その答えは。本心で言ってるか本心で言ってないかっていうのは、それはわかるじゃないですか。でも、まあ、その、なんだ。 それを、まあ僕はあくまでもこれ見解ですけども、その、本当の、そのも、も、ものがわかんないですよね。実際。でもまあ、あ仕組み上そうなんで多分そういう仮説は多分当てはまる部分はあると思うんで、まあ一番いいのは自分が思ったことを言うっていうのが一番いいじゃないですか <laughs>。それが、うん、いいと思いますけどね。うん。いってらっしゃい。